皆さんこんにちは。今回はソフィス&ソリッドの S803、 こちらですね、こちらをご紹介します。今回ソフィス&ソリッドのご紹介なんですが、ソフィス&ソリッド、こちら聞きなじみがない方も結構いらっしゃると思いますが、2003年にトレーディングポストとユニオンロイヤルのコラボレーションブランドということで開始された靴です。特徴としましては、何といってもボロネーゼ式グッドイヤー製法というその独特の作りですね。グッドイヤーのこうしっかりとした作りと、イタリアのこうボロネーゼ式というですね、非常に柔らかい作りの、ハイブリッドのような構造になっています。このソフィス&ソリッドという名前が、実はのイタリア語のソフィスと英語のソリッドの組み合わせでできてまして、しなやかで、しっかりとしたというネーミングになっています。ですので、非常にこう一見グッドイヤーのようなルックスで、中にコルクもたっぷり詰まってますので、クッション性はあるんですが、履き始めから非常にソールの返りが良く、履き馴染みには苦労することがないという独特の作りになってます。このボロネーゼ式グッドイヤーという製法を駆使したソフィス&ソリッド、デザインも大変ユニークです。コラボレーションブランドとは言っているんですが、非常にですね、これメーカーでデザインしてくれている人の意向がかなり強く反映されています。例えば今回ご紹介する S803、こういったダブルモンクストラップですね、たまに見かけるタイプのデザインなんですが、このソフィス&ソリッド、大体どっかにこうちょっとしたスパイスを効かせるというか、遊びを盛り込むというかですね、言われなきゃわからないようなディテールを何かしら入れてくるんですね。こちらに関して言うと、実はこの2つ並んだバックル、ちょっと大きさが違うんですよね。こっち側の方が大きいです。ちょっと僕も言われるまで気づかなかったんですが、そういうですね、こう言わなきゃ分かんないようなちょっと遊びを、大体どのモデルも盛り込んできます。その、デザイナーの意向が非常に強く出ているという話で、もう一つ、今回この S80 番台という、もともとソフィス&ソリッド S100 番台から始まってて、長いことやってるわけなんですけども、今回このスクエア2なんですね。で、これ作ってくれた人に、ちょっと木型の話を僕いろいろ以前聞いたんですけども、でなんでスクエア2かっていう話で、いや久々にスクエアやりたかったんですよねっていう、そんな理由かっていうのをちょっと笑っちゃいそうになったんですけども、そんな感じでですね、ある意味こう皆さんが望んでいるものというよりも、非常にこの作り手が作りたいものを作ってるという、僕結構そういうの好きなんですけど、皆さんいかがでしょう。非常にこう作り手の個性が強くこうにじみ出ている靴が、このソフィス&ソリッドという靴だと思います。あとソフィス&ソリッドでやはり特徴的なのは、その木型の設計ですね。以前ご紹介しました T601 という靴と、基本的なコンセプトは全く同じなんですけども、この足の後半はピタッとフィットしつつ、前側はゆとりを出して指が痛くないという設計ですね。で、実はですね、その T600 番台というその撥水加工のシリーズの木型って非常に履きやすいので好評なんですが、もともとその設計思想というのは、こちらのソフィス&ソリッドから引き継いだものなんですね。で、比べるとさらにこちらのソフィス&ソリッドはよりタイトな設計になってます。なので、こうピチッとフィットした靴がお好きな方などは、このソフィス&ソリッド非常におすすめです。ぜひ一度足入れをしてみてください。今回ご紹介しましたこの T803、 もともとカーフレザーで2色展開、スウェードでブラックというのがあったんですが、今回のこのスウェードのダークブラウンというのが新たに出てきた新色ということで、この秋からラインナップされています。今まで
ありそうでなかった普通にこけ茶の制度がやっと出てきたというところで、まあ、待ち望んでた方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。今回はソフィス&ストリートの S803 をご紹介しました。こちらの動画では商品やイベントなど様々な情報を発信していきます。チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。ぜひご登録お願いいたします。今回ご紹介しました商品に関しましては概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。